めいっ子の発表会って見たいもんかね。子供二人と出戻りしたことめ。明日のうちの子の発表会に義両親を呼んだら、今日になって、ことめも行くとか言い出したと、旦那から昼に連絡が来た。旦那が断ってくれたらしいけど、以前も何度も来るなって言ったのに、来たことがあるから心配。だいたい、うちの車は6人乗りだから、ことめたちが来ても車に乗れないし。私たち家族が義実家に行くと、スマホをポチポチして、私たち夫婦にことめ子たちを押し付けることめが、発表会で、ことめ子たちの面倒を見るとは思えない。明日が憂鬱。発表会は、ずっと楽しみにしてたんだけどな。どうせことめも来るんだろうなと思ってたら、やっぱり来ました。私も旦那も、ことめたちを断固拒否。車は6人乗りだし、セキュリティ面が厳しいから、ことめたちが入れるかわからないってな感じで。結局、義両親は、うちと一緒に発表会に。2時間くらいで終わるので、ことめたちは、駅地下のショッピングモールの、子供用の有料施設で待つことに。義母に、なんで来たのか聞いたら、うちの園が、地域でも、人気なおしゃれな園だから、見てみたいと来たらしい。食事をみんなで外食して帰って行った。費用はうち持ち。教えたのは義母だと思うけど、一緒に暮らしてるから、それはしょうがないかなと思ってる。前にも、私の出産の入院中の時に、感染症予防のために、子供 NG の病院に、湿疹のあることめ子を連れてきた。その時から、非常識なことめが嫌いで、ことめのいる義実家とは疎遠にしてる。他にも、うちの旦那を、ことめ子がパパって呼んでも何も言わないし。旦那は、毎回、おじさんだよと訂正してる。ことめ子は、うちの子を隠れて叩くし、私たちがお年玉をあげても、うちの子にはお年玉くれないし、仕事は、半年も続かなくて、義両親に帰省してるし。義両親とは、年に1、2回しか会ってなくて、会いたがってたから呼んだのに。今回のことで、旦那と相談して、義両親もイベントには呼ばないと決めた。帰省のことめを甘やかす義両親と仲良くして、将来頼られても嫌だと、旦那の方が疎遠に積極的なので、ありがたいです。ことめは新ママです。ことめは働いてもパートで、フルタイムじゃないので、稼ぎが少ないので、義実家にお金は入れてないし、七五三や、幼稚園の制服、ランドセル、勉強机と、義両親にいろいろ買わせてて、義両親も、必要だから、しょうがないと、お金を出してあげてます。さらに、昨日聞いた話で、我が家は、毎年、遊園地や海外旅行に行き、毎月のようにお出かけしてるのに、ことめ子がかわいそうだから、ネズミ園に連れて行きたいと言っていて、義両親は、同じ孫なのに、我が家との差がかわいそうで、いろいろしてあげたいみたい。年収1000万世帯と年金生活世帯を比べても、しょうがないのにと思うんですが。もし、義実家から支援要請が来ても、その前に、家計の公開と管理を旦那にしないと、支援はしないし、そもそも、ことめには支援はしないと、旦那が義母に言ってるのを聞いてるので、支援要請は、来ないと思ってます。旦那に家計を任せたら、真っ先にことめたちを追い出しそうだし。昨日も、ことめたちを追い出せって、義両親に言ってました。旦那が、しっかり義両親に言ってくれるので、安心して生活できます。旦那にも、ことめの愚痴は言いにくかったので、ここで吐き出せてすっきりしました。ありがとうございました。